今日は連休最終日なんですけど、基板が1、2、3、4、5、6コンテナ溜まったので、ちょっと選別とか不純物の除去とかを行いたいと思います。まず1つ目のコンテナなんですけど、こういう四角い IC がついてるのがかなりいい方だと思います。こういうのは鉄ですね。こういうのもいいと思います。これは鉄だ。あ、いいですね。あ、すごくいいです。あ、これもいい。こういう鉄と基板の混合品は取れないので、もうこういうのはもう雑品でいきます。こういうのハードディスクですね。ハードディスク、これは雑品ですね。この辺はもう家電機。あ、これいいな。この辺は家電基板ですね。家電基板だ。あ、いいですね。家電基板。おお、ちょっとアルミヒートシンク取るか。おお、これもいいな。これもまあまあいいんじゃないですかね。薄っぺら。すげえ薄い。これの家電。こういうのはもう雑品ですね。これ家電。こういうコッティング基板も雑品です。こういうのも樹脂が流し込まれてるのは雑品です。家電。家電、家電、家電。おお、なんとも言えない基板ですね、これ。これは電源基板系の IC 基板なんで、この辺いいけど、ちょっと物が悪いので、一旦この辺の部品外しちゃいます。やっぱりこの IC ついてるんですけど、重量に占める割合がダストが多いので家電基板に入れちゃいます。どうしようかな、迷うな。じゃあバラしてみます。こんな感じで異物除去したんですけど、これは B 基板ですね。 B 基板、これも同じく異物除去していきます。こんな感じで異物除去して、これも B 基板ですね。ちょっと、IC の上に乗ってるヒートシンクとかも除去していきます。こんな感じでアルミヒートシンク取りました。こういう金属とかプラスチックも除去していきます。品質が下がってしまうので、こんな感じに除去しました。超空気。こういう鉄板も外していきます。外し終わりました。これはヒートシンクとこの鉄板もマイナスな手なので外していきます。外し終わりました。家電基板が満杯になったので、フレコンに入れていきたいと思います。これが家電基板入れですね。まあ、電源基板のミックスですね。家電基板、電源基板のミックス品。
ちも一触れ込んで出来上がりました。で、これは IC 基板 A と B なんですけど、なんかゴミが入っちゃってるな。こっちが B で、こっちが A 基板。ゴミが入っちゃってんな。まあしょうがねえ。1,2,3,4,5,6,6 コンテナか。こういうプラスチックと一体型になってるのもビス外して除去していきます。プラスチックをこんな感じです。こういう鉄枠も除去していきます。はい、取れました。あと3コンテナですね。これでいっちゃうか。これのハードディスク、これは家電基板、これもハードディスク、ハードディスク、これマザーボード、メモリーなし、携帯電池なし。よし、俺はテレビ基板はこの重いコンデンサーは外してるんですよね。結構重いんです。これはモーターにぶち込んで処分してやってます。で、こういう鉄板に固定されてる基板も外していきます。こういう基板もプラスチック除去していきます。ビス外して、こんな感じで外れました。これはどういう基板なんだろう。家電基板なのかな、よくわかんねえよ。こういう基板も放熱板邪魔なので外していきます。簡単に外れるかと思ったらハンダ付けしちゃうので外れないので、立ち上がりだけ撤去しました。家電基板、おー、いい、アイシー、おー、なんとも言えない、いや、ぶち込んでしまう、うん、いまいち。こういう基板は、この放熱板とか鉄板とか外して、ちょっとでも高く売れるように頑張ります。ギリ A 基板にぶち込んでおきます。A 基板。よし。こういう携帯も電池取ってます、今から。さっきから。この辺はみんな、家電基板と電源基板ですね。これも厳しいな。いらない。この辺も厳しいな。なんとも言えない基板だな。おお、いいな。まず、これ厳しいな。とりあえず不純物除去してみます。ギリギリ B 基板、こういうのもこの辺の部品ちょっと外してきれいにしていきます。はい、適当に A 基板、厳しい A 基板だな。まあいいや。これは何でしょう。家電基板、この辺は適当に A 基板。これはここはここ切っちゃいますか。いや、切っちゃうか。スパッとこんな感じで、こっちは A 基板、こっちは家電電源基板。これもまた微妙な基板で、コンデンサーがめっちゃでかいですね。これはどうしたらいいのか。この部品っていうのはマイナスなんですかね、プラスなんですかね。これにも入っ
ってとこのやつは、ほら、これ。どうするかな、部品外してみます。とりあえず、ギリギリ B 基板っていう感じですかね。基板の電池は取り除いた方がいいです。電池は外せって言われてるので。この基板も、この、ここの一角が電源基板になっちゃってるので、こう切り落としていきます。カッター入れて、ポキッと折れると思います。B、B、電源。家電基板のコンテナ満杯になったので、フレコンに入れていきます。ああ、一コンテナあるんですけど、もうやる気、寒くて、やる気がなくなったので、電池もないので、とりあえず A 基板がこれだけ取れます。A 基板。ここに B 基板入れます。これが B 基板。だいたい A と B 満杯になったので、あっちの基板置き場まで運びます。これが雑品ですね。電池ないな。で、あとこれ CPU とかメモリとか電池なし携帯とか CPU セラミックマンド、こういうのはどうしようかなって思ってですね、部屋の中に溜めとくんですけど、まあどうなるかわかんないけど。